はい、こちらですね、はい、今日はここの箱八さんやってきました。では行ってきたいと思います。はい、今日はね、乾杯でしたので、はい、泡の出るお茶と、はい、乾杯。いや、今日は負けましたね。いや、やっぱりね、日曜日はね、まともにね、勉強していかなかった私が悪いんです。はい、やっぱりね、事前にちゃんとね、予想するって大事ですね。うん、今度は頑張ります。はい、ということで、また来週頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。はい、そして、マグロの中落ちですね。これ美味しそう。ちょっといただきます。はい、あ、まずね、わさびをたっぷりね、醤油につけて、はい、ここでがっつり、うん、あ、美味しい、いけるいける、うん、これうまいわ。あ、サーモンもね、はい、美味しそうだね。うん、わさびをね、私わさび好きなんですよね。はい、これいただきます。うん、あ、うまい。はい、そしてエイの日ですね。エイの日だね、これね、はい、ちょっとだけ前の、私あんまりマヨネーズ好きじゃないんで、ね、ちょっとだけねつけて、うん、あ、うまい、いけますね。これね、ちょっと開けて、うん、結構ね、こう七味をね、こういう感じでかけといて、これ食べても結構美味しいんですよね。うん、あ、美味しい、いけますね。はい、そしてね、クジラ、ミンククジラのね、刺身で、これもうまそうだね。これはね、生姜をね、こういう感じでやって、はい、くるんでですね、はい、ちょっといただきます。うん、あ、これもいける、美味しい。うん、はい、カツオのたたきですね、こちら。はい、あのね、最近というか、もうここね、15年ぐらい高知行ってないんですけど、高知に行きたいんですよね、高知競馬ね。で、カツオのたたき食べたいなと思って、その予行演習をします。はい、じゃあいただきます。あ、うまそうね、美味しそう。よいしょ、これでね、やっぱ生姜がうまいよね。はい、うん、うまい。はい、こちらね、今日は鈴屋食堂かな、ここ、はい、ここに来ました。はい、ここもね、ちょこちょこ函館来た時に行くんですよね。はい、では入ってみたいと思います。はい、ここですね、まあ、メニューどれにしようかな。すごくね、美味しそうなのがいっぱいねあるんですよね。はい、じゃあちょっとね、私はね、もう決まってます、これですね、ウニイクラ丼。こちら美味しそうですね。はい、お前何したっけ。何かにしました。うん、何かにしたらしいです。あ、これだ、大量丼だ。そうですね、これね、やっぱりね、海の幸のね、丼美味しいですよね。ぜひね、ここ鈴屋食堂ね、函館来た際は、うん、朝一ですから、うん、おすすめですね。はい、ということでね、ウニイクラ丼ですね、美味しそうですね、めっちゃめちゃね。妻はね、はい、こちら大量丼っていう形ですね。はい、じゃあもう早速ね、いただきたいと思います。このウニなんかね、もうプリプリですからね。はい、あ、めっちゃ甘い。うん、あ、いいですね。はい、で、イカのね、こちら、あ、これも美味しそう。はい、明太でね、うん、明太のあれも美味しいよ、めっちゃ美味しいですね。はい、いただきます。いやー、めっちゃ美味しそうですね、こちらね。うん、
がね、とろけて、うん、美味しい。はい、ということで、ごちそうさまでした。超美味しかったです。今日はですね、ジンギスカン吉田、まあ、函館吉田ですね、ここに来ました。もうここはもうね、いつも来るとこなんで、はい、あのウェンツとかいるところですからね。はい、でもうすでにですね、もう頼んでます。泡の出るお茶、美味しそう、うまい、いただきます。うん、はい、あ、美味しいな。やっぱりね、こうちょっと歩いたりしたら喉乾くからね。うん、はい、枝豆もね、はい、ちょっといただいて、はい、またね、来たら焼いていきたいと思います。お願いします。はい、ですね、まずタレの方です。はい、2種類ございまして、はい、あの白い蓋のタレの方がスパイシーで辛口になります。はい、で赤い蓋があのフルーティーな甘口になります。はい、でこちらのカゴの方なんですけども、あ、こっちね、はい、はい、箸トングおしぼり入ってますのでお使いください。はい、このカップはあのタレ入れになります。あ、これね、はい、はい、あのよく振ってからタレお使いください。はい、あちらの壁の調味料です。はい、あ、調味料、はい、50種類くらいありまして、おお、ご自由に使い放題になっております。ご自由に使い放題、いいですね。はい、あの好きな調味料をどんどん持ってきてやってみてください。はい、ありがとうございます。はい、野菜の方焼きますか。はい、お願いします。いやー、これね、ここね、いつもね、撮影させてもらってるんですよ。ありがとうございます。もう結構ね、毎年函館、競馬でね、来るんで、あ、はい、うん、で、函館開催の時はいつもここ寄って、で、徳郎さんのバー行って、はい、うん、で、それから あそこでカラオケもしたりね。今、新しくできたんですよ。今年できたばっかりのダーツバー。だ、なんかダーツバーってね、はい、ありました。去年来た時になんか作るみたいな話してたから、そうそうそう、うん、今年あのコロナ明けてからオープンしました。はい、ダーツバーね、ちょっと、はい、まあ私ね、あんまり手があんまり調子よくないんでね、いけないんですけど、うん、まあでもいいですね。はい、うん、このコロナ禍でも攻めの姿勢はいいですね。そうですね、うん、うちのオーナーはすごいと思います。オーナーすごいね。ここのオーナー本当すごいなと思ってね、もう意気投合して、いつもね、もう結構ね、4年ぐらい前かな、最初に来たのが、はい、うん、はい、そこからずっと、もうここ来るたんびに寄らせてもらってます。ありがとうございます。うん、だからこのコロナ禍でね、あ、ちょっと所さんの店大丈夫かなと思ってたもん。うん、確かに本当5月の末は休んでました、全然。ああ、そう、はい、大変やね。6月からは、うん、すごい時短営業で、あ、4時間しか働けなかったんですけど、はいはい、あ、そう、でもすごいやらせていただいて、うん、はい、いや、でも元気にやっててよかったね。あの我々札幌から来てるんですけど、はい、うん、札幌はね、まだ時短の、ね、11日までですよ。そう、もう大変ですね。うん、なんか大変ですね。はい、そうね、やっぱりね、空いてたら空いてたら寂しいよね。うん、忙しいは忙しいです、うん、大変と思うけど、時間が早いです。はい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 、まあ、そうか、忙しい方がいいかもね、逆にね。そう、すごく、うん、ちょっと体は疲れるけど、うん、全然忙しい方があっちゅう間に終わるみたいな感じでね。そっかそっか。いや、でも美味しそうにね、たげね、匂いが、うん、あ、置いといてやってくれるから、うん、いっぱいの時はね、あのやってくれないというか、そのもう自分らやけど、折れへん時は、うん、あの言ったらやってくれるから。はい、失礼いたします。あ、よかったです、大丈夫です。はい、失礼いたします。やっぱりこれご飯食べながら美味しいよね。うん、私、カッパの主人なんだけど。あ、そうなんですか。はい、あのそのベルのタレが必ず冷蔵庫に入ってます。うん、はい、ベルです。うん、そうそう、だからやってもらった方がいいやろ。要は常に混んでた。
そう、常に混んでたの。こいつ、あの、空いてる時来るのは初めて。そうです、そんなに空いてないの初めて。見せてしまいました。この空いてる中を見せてしまいました。いつもセルフでだから、うん、やりたの。うんうんうん。こんなやってもらうの初めてです。全然やりますよ。そう、空いてるからちょっとね。混んでるとやっぱりなかなかね。もう混んでると本当みんなやんなきゃないね。で、分かんない人もいるからね。あ、そうなんです。今、来てるんだ。すごく来てます。競馬の関係もあるじゃん。うん、あ、そっかそっか。やっぱり競馬好きで来る方もいる。そうだね、うん、競馬の仕事してる人もいますか。そうそうそう、今日来ましたよ。あ、今日も来ました。はい、あの、指揮者さんね。そうです。うん、僕はあの、競馬 YouTuber ですよ。今度見ます。ああ、ぜひお願いします。あの、すごい人だから見方も知らないんですよ。あ、競馬もやったことないですか。函館にあって。ないです。あ、ないんだ。そんなものですか、ね。うん、興味がなかった。興味なかった、やっぱりね。そうだよね、お前もやれへんもんな。おお、だいぶ 赤身の色が焼けてきてる ね。なんか、お、魚食べたみたいですね。あ、いや、私でも、肉白人ですね。わっ、肉焼けるだけです。なんか、この仕方がそうかなとかって。いや、あの、この人が、大阪のところで、あ、そういうか、うちのばあちゃん、大阪の。あ、そっか。会ったことないけど、死んでたから。僕は大阪ですから。うんうんうん。わかりました。わかりました。なんでわかんねえよな。いや、やっぱり、あの、札幌の方が函館人を分かるように。うーん、分かります。函館が田舎に。あ、やっぱり違うんですか。違います。へー、イントネーションが全然違うと。はい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 。函館は東北に近いので。そうなんです。普通の前に近いですかね。なるほどね。だから綺麗な言葉話してって頑張ってでもすぐ聞かれる。あー、なるほど。はい。だから、あの、風通るとか結構濁ったり。楽天がつくのは多いですね。うん、特に、あたしなんですけど、あたしって言ったんですよ。あたしじゃなくて、あたしって。でも、聞いてみたからいいですか？いや、でも、ちょっと頑張ろうと思ってみた。もう、かれこれ50何年住んでるから無理です。ああ、もう ずっとこっちですか？そうです。生まれも育てもこっちなんだけど、あの、北斗市にいます、ね。はい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 。新幹線ね。北斗市今どうです？あの、新幹線できて結構いる？北斗市関係ないです。ただ止まってるだけみたいな。みんなすぐ降りしていく。もうみんなすぐ降りたらすぐ函館に向かいます。寂しい。だから北斗市や北斗駅が何もないです。ないよね。ないです。何もないとは言われてましたけど、未だにない。ないです。いや、これから作るんですよねみたいな雰囲気だったんですけど。そうそう。それが全部みんな、なんか作るのやめたみたいです。もったいな。せっかくのチャンスなのに。でも多分北斗が本当に田舎なんで、あの、全然何もやってもダメだと思います。だから新地の駅をやれば、ね、雰囲気が一番いいと思う。そう。車の電車カーと西の駅を両方やればよかった。電車カーしか見せない。レンタカーだけは。あ、レンタカーが多いんだ。はい、うん、乗り継いで、あの、そうかそうか、北海道観光したいです。そこで普通に西の駅だったらさ、絶対最初に行くでしょうって。それを考えないんですよ。だから、あの、来ないわかります。ああ、はいはい。来ない一回引っ越すじゃないですか。そう、うん、来る前に、いや、よかったね、そうやって、だってもこれ駅はここにできたってやったんだけど、何もしなかったって、ダメだったって、携帯になっちゃった。なるほどね、もったいないね。本当に、あの、それは一回お金かけたら結構お金戻ってきたと思うんだけど、そう思いますね。あ、周りのお肉なんですけど、もうだいぶ赤みがなくなりました。それ、食べれます。
まあ、じゃあいただきます、はい、調味料は何も入れなくて大丈夫ですか。あ、とりあえずこれで、はい、いただきます。いやこれもね美味しいんだよね、このお肉ね。いただきます。うん、あ、うまい、美味しい。はい、今日ね朝来ました。朝ごはんここでね、シュンっていうお店なんですよね。ここパコの中にあるで、まあ我々ね宿泊客は朝ここで食べれるというところですね。はい、では行ってみたいと思います。はい、おはようございます。今日はですねホテルパコのですね朝食をね、こうやって動画にね残しておきたいと思いますね。はい、まあ、私ね朝ってあんまり食べれないんですよね。だからちょっと朝食で、まあ、野菜多めで、まあ、こんな感じなんですよね。ちょっと妻はねもう朝からがっつり食べれる派なんで、すんげえいっぱい、お前大丈夫かこれっていう感じなんで、はい、ちょっとね海鮮丼とかもありまして、でこちらがまあ刺身と、イカです。この辺りね、はい、美味しくいただきたいと思います。はい、ではですねイカをまずいただきます。イカね、なんかちょっとつかみにくいですけど、はい、うん、あ、イカ美味しいね。今回初じゃない、イカ食べるの。あ、食べた、うん、うん、美味しい。でこちらね刺身もねいただきます。うん、刺身も美味しいわ。うん、であとはこの辺ねちょっとつまんで食べたいと思いますね。はい、ねここ蜂蜜のなんかね、もともとそのあったやつかな、この蜂の巣ですよね。でそれを蜜にしてるっていうのがね、はい、ここ蜂蜜産地証明書、はい、これなんか珍しいですね。うん、で私蜂蜜ちょっと食べれないんでね苦手なんですけど、ただ結構ねおーちゃんのチャンネルとかよう見るんでね、ほら蜂のね虫博士、鬼ですけど、はい、こういう感じでねやってる。すごいねこれね。うん、あまりにも珍しいからちょっとね撮影していいですかと許可をいただきまして、はい、撮影しました。はい、ですね妻とですね今日はちょっと映画に行ってきまして、まあ海鮮を食べた後ね映画行ってて、なぜかコナン君をね、はい、見てました。めっちゃ面白かったですよ。でその映画館の上にですね、まあ、こんな感じでねおしゃれな、はい、お店があるんでねちょっと来てみましたね。で私は今日はカフェオレを、妻は、はい、こちら普通のコーヒーを、はい、このあとねケーキが来るということで、はい、そちらもいただきたいと思いますね。まずはこちら、はい、いただきます。はい、そしてですねガトーショコラを、はい、いただきます。妻はこれなんだっけ。カタラーナです。カタラーナ、うん、よくわかりませんけど、はい、こんな感じですね、はい、でイチゴもねついていて、はい、じゃあいただきますね。であとこの奥これメロンですね。メロンとイチゴとサクランボかな、うん、なんだろうチェリーですね。サクランボだよね、うん、まあ、私ちょっとアレルギーでねメロンは食べれないんで、奥さんにちょっとあげようと思います。はい、ということでいただきます。はい、なかなかねこれ美味しいですね。はい、これねちょっとソースをねつけてね、うん、あ、美味しいですね、うん、